今日は稲荷揚げ餅を作ってみました。この韓国語で油分、油揚げにお餅とかね、あとうどん、チーズ、卵、いろいろ入れてみました。はい、じゃあ早速作るシーンからこちらです。はい、作っていきます。まずすでにもう甘いタレが染み込んだ油分、日本でいう揚げかな。韓国のものっていなり寿司用のものばっかりなんで、すでに開いてるんですよ。中が開いてないものは自分でね、こうやってゴリゴリやって開けてください。で、切り餅と、うどんですね。で、あとチーズと生卵で中に入れていきます。早速入れます。半分に割る。お、クマッチ来た。なんだこれね、油分の中に、うん、お餅とかうどんとかチーズ入れて、クマッチも食べれるよ。おー、いいな、楽しみにする、はい、こんな感じで入れていきます。ちょっと横にチーズをパラパラっと入れようかな。で、爪楊枝で、こう蓋をしてします。こう、うねうねっと、はい、こんな感じかな、完成。はい、で次にね、チーズだけ。はい、次にうどん。はい、次に卵。はい、完成しました。結構多めに作りました。もう餅とチーズと卵がランダムです。じゃあ今から煮込んでいきたいと思います。めんつゆ、適当に自分好みの濃さにします。多分できたかなって感じなんで、ちょっとこれでお皿に入れます。はい、ということで完成したのこちらなんですけど、こっちからちょっともう中身が見えてる、うどんとチーズかな、で卵、お餅ですね。もうどれがどれかちょっとわけわかんなくなっちゃったんですけど、はい、とりあえずね、お茶用意します。普通にお茶です。いただきます。冷たいお茶美味しい。ちょっとキムチも一緒に準備してみました。早速ね、どれから行こう、なんかよくわからない、これ食べてみようか。多分ね、餅かチーズだと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと爪楊枝のっけちゃおう。はい、いただきます。美味しい。揚げめっちゃ美味しい。なんかお餅とチーズです。以前食べた餅吉の稲荷揚げ餅、あれに似た感じでうまくできたと思う。だからめんつゆとお水だけでもう十分だし美味しい。まあもともとね、この油分、稲荷揚げが結構味が染み込んだやつだったんでね、これ多分卵ですね、白身が出てきてる。卵ちょい半熟、やっぱ卵美味しいな。この油揚げってなんでこんな美味しいんだろう。キムチも一緒に。もう最高のお昼ご飯だわこれでっかいな、なんだろう、すごいでっかい、サイズがぷっくりしてる。あー、うどんだ、見えるかな、なんかおうどんになってます。美味しそう。うわ出てきたうどんうどんもだし染み込んでて美味しい。
わ、うどんも合う、すごい合う。はい、次、あ、これもうどんだ。待って、餅あんまりないな。餅選ばなかったのか。ちょっと大量に作りすぎてどれがどれやら。うん、キムチと食べるうどん美味しい。これでもタレが甘くて美味しいお出汁だから全然ご飯かき込めそう。これなんだろう、ちょっと薄いですね。うん、お、チーズのみだ。うん、あのね、チーズのみも美味しいんですけど、チーズのみちょっと物足りない。なんか餅とチーズとかうどんとチーズとか、何かチーズはねやっぱ組み合わせがいりますね。次、これいこう。これちょっとねお餅に期待してる。お餅結構作ったんだけどな、うまく当たらなかった。うん、待って、これもうどんだけどチーズうどんだ。ほらチーズ入ってる。あー、おいしい、おいしい、おいしい。うん、うどんもねふにゃふにゃじゃなくてまだコシが残ってる。なんかうどん入りはちょっときつねうどん食べてるみたいな感じ。はい、卵、卵です。これちょうどいい半熟になったな。湯葉がもうちょっと大きければね、卵とあと他も入れれたんですけど、ちょっと小さいから卵はね、卵だけ入れちゃうともういっぱいいっぱいでした。はい、ラスト、うどん。うわ、これうどんすごいな。うん、でも本当にきつねうどんだ、こうなっちゃうと。あっという間、あっという間の稲荷揚げ餅、めちゃくちゃ美味しかったです。ちょっとね手間かかるじゃないですか。でもなんか私が買った油揚げがもうすでに中が袋になるようにこう間が切れてて、しかもあの出汁の甘いね味付けがすでにされてたので、もうすごい簡単でした。あとはもう詰めてね、つまようじでキュキュキュッと締めるだけって感じで、うん、美味しかったです。なんか他にもね中にいろんなの入れると美味しいんですよね。作り置きしてあるものとかね、前の日に作った残りのおかずとかでも何でもかんでも入れちゃうとね
ね美味しいかなって思います。まあでもやっぱり今日やったのはちょっとまあ定番なのかなって感じのうどんとお餅とチーズ卵をやってました。本当はねもうちょっと大きい湯布油揚げでやるといいんですけど、韓国ねあんまり大きいの売ってないんですよね。お店もそうだしネットとかでも結構調べたんですけどなかなか見つからなくって、このサイズでちょっとやってみたんですけど、まあこれでもちょうどいいサイズかな。なんか食べると2口分ぐらいで、まあサイズ的にはいいかもしれないですね。まあでもでっかいの買って卵にうどんにチーズに餅に全部入れてキュッて絞るとねまたいいのかもしれないです。まあ油揚げがね大量にあるのではい、ちょっとまたねしょこしょこ作っていこうかなと思います。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。うわ、怖っ。入る？ちゃんと入る？